おはようございます。今日は5月16日火曜日朝4時10分です。月の形がめちゃめちゃ怪しい。三日月。今ほぼ無風状態で、雲も全然ないですね。で、もうちょっと薄く明るくなってきているので分かりにくいかと思いますが、星がちらほら映っているかと思います。今使っているカメラですが、ソニーの ZV-E1 にレンズが、G レンズ 20mm F1.8SEL20F18G になります。やっぱこの高感度を使った撮影ってね、めっちゃ楽しいんですよね。これぐらい暗所、夜空でも。ISO 今12800に上げてるんですが、シャッタースピード25分の 1F1.8。余裕で撮れちゃいます。ああ、楽しい。それではモーニングコーヒーいただきます。うまい。で、今日はいつもより少し早めのスタートとなっています。というのが、子供が仕事で県外に出張に行くみたいで、で、どうしても JR 高松駅まで朝送ってほしいということで、電車で行きゃいいと思うんですけどね、それが自分で車運転していって駐車場に置けばいいと思うんですけど、なぜか送ってほしいということで、まあ、朝から JR の高松駅までちょっと行かなきゃいけない用事ができました。で、まあ、せっかく、高松駅まで行くので、まあ、朝ちょっと海辺少し撮影やってもいいかななんて思っています。でですね、まあ持っていくレンズをどうしようかと思って、まあカメラはこの ZV-1 持っていくんですけど、セットするレンズどれがいいかなと思ってるんですが、やっぱこれですかね。このシグマの 17mmF4。これめちゃめちゃ気に入ってて、まあ F4 ということであんまりレンズ自体は明るくないんですけど、ただやっぱ日中撮影するときはね、この F4 ってめちゃめちゃ使いやすいんですね。と、あとやっぱこのコンパクトさですよ。軽量さ。これと ZV-1 を組み合わせると Vlog 撮影するのにはめちゃめちゃ使いやすいレンズなんですね。これをもっとね、こう、広めたいなと思ってるんですけど、なかなか同じようなこのレンズを使った、ZV-1 使ってる方、動画とかをちょっと見つけることできないんですが、まあ、この他にも 24mm の F2.8 の G レンズ組み合わせたり、まあ、この ZV-1 と組み合わせるレンズってやっぱりね、コンパクトなレンズが合うと思うんですね。で、今、撮影に使っているのが、こう 20mmF1.8 の G レンズなんですけど、まあ、これもフルサイズのレンズとしては比較的軽量な部類のレンズになるので、まあ、この 20mm 組み合わせで使うのもありなんじゃないかなと思います。まあ、今のところ、この ZV-1 で使うレンズっていうのは、このシグマの 17mmF4、そして、ちょっと今手元にないですが、ソニー純正の 24mmF2.8 の G レンズ、そして今装着している 20mmF1.8 の G レンズ。まあ、この3本を、使い分けしながら、撮影に使っています。まあ、他にもフルサイズ用のレンズって実はまあ写真メインで使っているレンズ結構いろいろ持ってるんですが、35mm の GM だったりだとか、50mm の F1.4 の GM、あ、1.2か、1.2の GM レンズ。まあ、50mm のGM ね、新しく出た 1.4 の GM に入れ替えてもいいんですけどね、あれ非常にコンパクトで軽そうなので、まあ、そっちに切り替えてもいいかななんて思ったりしてるんですけど、やっぱりそういったレンズっていうのはもう少し大きな α7 シリーズのカメラと組み合わせて今使っています。あんまりやっぱ大きいレンズをこの E1 と組み合わせると、いまいちこう使い勝手が悪くなるので、まあ、やっぱりこういった E1 には、できるだけこう軽量コンパクトなレンズを使うようにしています。じゃーん。7時50分になりました。というわけで、ついさっき子供を JR 高松駅まで送ってきました。で、ついでなんで海側の方に今出てきてるんですけど、この辺りめっちゃ再開発されてますね。これの工事、確か新しい県立体育館だったかな、新県立体育館の建設工事です。これいつ完成するんだろう。で、すぐこっち側見てみると、ここも、瀬戸内の海になるんですが、朝から釣りを楽しんでいる方々が非常に多いです。海風がめちゃめちゃ気持ちがいい。
日差しがめちゃめちゃ眩しくて目がまともに開けられないんですけど、まあ、自撮りしながらこうぐるっと回ってみるとこう周辺の状況わかるかと思います。こんな感じです。で今日は昨日に引き続きこんなものを用意してきました。こいつ、まあ、ミニ三脚になるんですが、まあ、ミニ三脚でもちょっと大きめの三脚なんですけど、ジッツォのミニトラベラーっていう三脚になります。もうめちゃめちゃ気に入っていて、もう長年使っている三脚になるんですが、作りもねかなりしっかりしていて、一応ねカーボン製で軽量なミニ三脚になります。ただね唯一ネックなのが価格ですね。価格はめっちゃ高いです。ちなみに同じもの2本持っています。で今日はこのジッツォのミニトラベラー、この三脚に、まあ、こんな感じでガチャッとカメラセットして、自撮りなんかでもね使ってみようかと思います。でこのジッツォのミニ三脚ミニトラベラーは、まあ、フルサイズの、レンズであったりだとか、あとボディにセットしても十分耐えれるだけの、耐久性があるので本当におすすめできるミニ三脚だと思います。本当気持ちいいな。もう高松に来たらぜひ立ち寄ってほしいスポットの一つなんですけど、本当にこの瀬戸内の海は穏やかな海でとても大好きな海です。あ、これ、いつも撮っている屋島です。ちょっといつもとは違った方向から撮影しているのでちょっと形が違いますね。8時半を回りました。これから出社するんですけど、ちょっと小腹空いたのとコーヒーが飲みたくなったので、ちょっといつもと違うマックなんですけど、朝マック行ってきます。店内ではミニ三脚邪魔なので置いていきます。暑、なんか気温が一気に上がってきました。今日最高気温が28度予想だったのかな。ちょっと今薄いこうちょっとジャケットじゃないな、ブレーカー着てるんですけど、これいらないな。後で脱ぎます。店舗の手前側にはお客さんまあまあいたんですけど、奥側誰もいない。貸し切り状態。ラッキー。あまりにも暑いので、ちょっと上脱いで半袖になりました。注文ですか。エッグマックマフィンセットがクーポンで50円お得の390円になっているので、これにします。で、このクーポンを使う。で、ドリンクはアイスコーヒーかな。アイスコーヒー。アイスコーヒーの M でカスタマイズでブラック決定でカート追加で、ケチャップが欲しいので、テーブルに届けてもらわずカウンター受け取りにします。で支払いはペイペイというわけでいただきます。エッグマックマフィンとポテトでケチャップもらってきました。ではアイスコーヒーから。ああうまっ。ポテトはケチャップをつけていただきます。お、あっ、サクサクでめっちゃうまいです。お次はエッグマックマフィンいただきます。これチーズのとろけ具合やばいな。お、うまっ。ごちそうさまでした。いやー、しかし誰もいないのでめっちゃ快適です。さあ、お腹も満たされたので職場にじゃあ出社します。しかしめっちゃいい天気だな今日。とにかくこの ZV-1 とシグマの 17mmF4 のこの組み合わせ、 Vlog 撮るには本当最高の組み合わせだと思います。¡Gracias!
ロベリーのフラペチーノ、ラテのショートのアイス、